はい、こんにちは、土地のたけし農場です。昨日ね、巨峰のハウスの、ネットを張る準備で、前川線をね、縛り付けました。で、夕方、そうですね、4時の頃終わったのかな、なもんですから、暗くなるまでちょっと時間があったもので、とりあえず、寒冷車をね、広げて乗せてみようかということで、夕方になってからね、乗せました。で、今ね、1枚目の、寒冷車を張りまして、ちょっとね、スタート位置まで戻ってきてるんですが、ちょっと足りません。1本で足りないんで、しょうがないんで、あと1本この上に張り足します。で、とりあえずね、この奥側はもうこれで固定しちゃって大丈夫なので、一番奥をね、パッカーで仮止めします。で、これもね、去年でしたかね、ビニール貼ってあったんですが、冬の季節風でほとんど飛んじゃいました。で、飛んだビニールがこの隣のね、住内牧場さんの方にかなり大量に飛んでった らしくてね、住内牧場の奥さんがそのちぎれたビニールを拾ってくれまして、私のね、畑の境目のところにね、置いてくれました。大変ご迷惑をおかけしました。自分はね、バラバラになっちゃった方がね、楽でいいんですけどね。隣の住内さんにとってみればね、この野郎だよね。まあ、そういうわけで、去年ね、ちょっと隣には迷惑かけちゃったんで、もう今年はね、風吹いてもボロボロにならない、ネットならね、切れませんので、ネットを張ります。で、このネット、どういうネットかっていうと、梨の丘の防氷ネットです。梨の畑行くとね、白いネット張ってあると思うんですけど、そのネットのお風呂をもらってきました。で、その梨農家は市街化区域にね、梨の畑を持っていて、宅地として売れたそうです。で、梨の木が終わってる状態ではね、業者の方に引き渡せないんで、梨の木を切って、棚をばらしてね、売るそうです。で、その時に出た寒冷車がね、あるんだけどってね、姉から声がかかりまして、じゃあもらっといてって言ってね、頼んでおきました。で、届いたもので、4本のうちの1本です。で、33メーターあればいいんですけどね、25メーターじゃ効かねえな。20メーターぐらいでしょうかね。3分の2、3分の2以上かかってるな。7割から8割かかってるんですが、ちょっと足んないんでね、これ一回仮に固定して、この上にまた寒冷車を張り足すという作業をやっていきます。で、やっぱりこれビニールと違うんで、張ってる最中にね、風吹いても落ちるとかっていう心配ないんでね、昨日の夕方張って、ところどころ仮止めして、今日の午前中はね、違う仕事やってたんで、午後の作業になります。で、今日の午後の作業はね、ここ今、奥側ですか、手前側、戸場口ではなくてね、奥側を仮固定して、あと一本、広げて展開して、かぶせて、マイカ線で固定すると、まあ2時間ぐらいあれば終わっちゃうのかなという感じはしますけどね。ビニールの針のように、まあ、あっち行ったこっち行った一人でねやるような作業ではなくて、簡単にポンポンと終わりそうな気はします。ただ終わりそうな気がするだけでね、実際やってみないとね、分かんないんですけどね。で、とりあえず奥側を今仮止めします。
はい、あとこのアーチになってるね、真ん中あたりですね、真ん中あたりを仮止めします。はい、でこれ仮止めしましたら、今度はねもうこの端はね大体決まってるんで、手前側に引き寄せてパッカーで仮止めするという作業になります。はい、動画の方は一回止めます。はい、じゃあ小口側に来ましたんでね、小口側仮止めします。で全体的に手前の方引きたいんですけど引けません。なぜかというとパイプの縦方向に余分なパイプが入ってます。で、こちらへ手前の方引こうとするとその余分なパイプに引っかかっちゃって、動かないことが判明しました。で、まあこれもね私の母がね、長い間やってたもので、なんでこんなところにパイプ入ってるのか全く意味不明なんですけど余分なパイプを使ったがためにちょっとピンと張ることができません。でもまあとりあえずネット張ってあれば、虫とかね、害虫の飛来がね防げますので、とりあえずまあゆるゆるの状態なんですけど、ビニールのようにピンピンには貼れないんですが、貼っていきたいと思います。だからこの下にねビニールが貼ってあればピンピンに貼れるんですけどね、ビニール貼ってないもんですから、直なもんですから、まあこの後考えましょう。来年はこうビニールを貼ってその上に、防潮ネットを貼れば、ビニールが劣化で切れても防潮ネットとは残りますんでね、まあそういうやり方もいいかもしれないですね。まあ今年はビニール貼らない方向で始まってしまったので、このままやっちゃいます。
はい、アーチの部分のね、仮止め修表です。はい、動画の方は一回止めます。はい、じゃあ関連車を旋回します。で、やり方はもうビニールを貼るのと同じですね。この脇に、広げて、このパイプハウスをね、またぐようにして引き上げていくというやり方でやっていきます。で、寒冷車なので基本的に中に風が入っても吹き上がることはありませんので、ゆっくり やれます、実はね、この状態が一番厳しいんですよ。今何もこ、まあ、仮止めはしてあるんですけど固定してないんで、ビニールですと風が入るとね、片側に落ちてしまうという状態です。ですが、まあ、寒冷車なんでね、風通っちゃいますので、この状態でも落ちることはないんでね、まあのんびりやれます。で、以前の動画でも言いましたようにね、これ33メーターのハウスなんですが、竹志農場はワンオペで張ってます。ただそれ以上長くなりますと、このビニールのね、これ寒冷車なんで軽く持ち上がるんですが、このビニールのね、展開する前の塊が結構重いです。もう100メーターになったら一人じゃ全然動かないですね。だからそうだな、長さで40メーター、50メーターぐらいまでが限界でね、それ以上長くなるともう一人ではこの、ビニールがね、被覆フィルムが一人で動かせませんので、ワンオペ作業は厳しいと思います。もうね、これ捨てちゃうやつなんで、いい加減に畳んであるんでね、どうなってるか分かんないです。で、基本的に多分梨農家で使う場合って毎年毎年外すんではなくて、棚の上に縛り付けておいて季節になったらば広げる。で、ですから、まあ、このビニールハウスで言えば真ん中の一番高いところまで、両サイドを引き上げて、真ん中のパイプに縛っとくと。で、季節になるとその紐をほといて、今あるようにね、奥の方見えるように、展開していくというやり方をやってるみたいです。まあ、棚自体が高いんでね、毎年、張ったり下ろしたりっていうのは大変なんでね、梨農家の場合はそういうふうにやってるそうです。ただビニールハウスの場合はね、簡単に張ったり戻したりできるんで、ビニールハウスは毎年その都度その都度張ってます。で、ここどうするかっていうとね、寒冷車なんでもうこれは周年張りっぱなしにしちゃいます。はい、じゃあこれを展開していきます。これ短い束なんで、そんな先まではいかないと思うんですけどね、どういう風になったのか全く分かんないです。ぐしゃぐしゃっと丸まってるだけなんでね、まあ真四角ではないと思うんだよね。このハウスに対して右から左までね、この寒冷車が届けばいいんで、あとはもうどうでもいいんでね、展開していって使いたいと思います。よいしょ。これはなんか紐が入ってますね。何の紐かよくわかんないです。しょっくり来ちゃうな。よいしょ。
はい、で、まあ高い棚からね、下ろすときに下ろしやすいようにね、まあ適当なところで切ってある らしくて、端がよくわかりません。どこだ？これでいいのか？多分切った人もどうなってるかわかんないと思うんだよね。この中ね、中にミシン目みたいのがあるんで、このミシン目が縦長の方向だと思うんだよね。だからこのミシン目が縦になるようにすれば多分いいのかなと。まあ十分先ほどの場所まで行きますね。で先ほどね、奥の方から展開してきて、縦方向には引っ張れないっていうのが分かりましたんでね、これどこが端なんだろう、よく分かんないんだよな。これこっちの方まで来るのかな。よく分からない。でも なんかここに紐があるんで、ここがなんか端っこっぽいんだよね。展開してみないとわかんないね。この紐は切らないとダメか。はい、じゃあちょっと準備ができるまで一回止めます。ちょっとパズルになってきました。一回止めます。